どうもおはようございます、フジナッツケンでございます。さあ、今日はですね、ブードゥで検索して上の方に出てきたゲームやっていくシリーズということでね、ちょっとブードゥ様のゲームをやっていこうと思います。なるへそ、なるほど、赤いところだったらダメなパターンかな。オッケーオッケーオッケー。指でこう左右動かすだけですね。やることは、指を左右に動かすだけで、まあ、どんだけ下に行けるかみたいな感じですかね。よしよしよし、クリア、レベルパターンですね。なるほどなるほど、レベルパターンなんで、まあまあまあ、どんなギミックが増え、超簡単、当たってもうた。なるほど、ノーミスでいくとボーナスつく的な乗り方。オッケー。でも面白いですね。シンプルイズベストゲームですね。もうね、ブードゥ様のゲームやってると、だいたいやったことあるゲームの広告流れるあるあるね。あるあるって言っても俺だけかもしれんけど。まあとりあえずね、ちょっと今飛行機乗ってるんで、マナーなんでね、とりあえず機内モード。おお、今赤いとこ当たったけれども、なるほど、2、3個飛ばしたらなんか勢いがついて、なんかファイヤー、ファイヤーみたいなエフェクトな、これですね。すごい、アイテムとかもある。意外とむずめっすね。これも、ミスれば、ミスっただけステージ変わってくるんで、これも自動生成パターンなのは確定しましたね。とりあえずね。もうこれ、いや、いいね。でも、ギミックが確実にちょっと新しいのが生まれ始めてるんで、まあ、どれぐらいこう、難しくなってるのかとかも、見物ですけれども、このパターン、なんだろうか、たまに簡単なの来るっていう。でもたまに簡単だけど、結構ねじれるとむずいな。ちょっと一回ぐらいこれノーミスでいきたいところでありますけども。ほんで、宝箱は何かも若干気になりますね。慎重に行けばそこまでやばくはないですね。オッケー。とりあえず、宝箱を到着し、もうこのパターンか。もういいわ。なんか広告見たらお金いっぱいもらえますよ的なノリですね。で、まあ、ブードゥ様のゲームはお金全く関係ないパターンとかね、そんな粗悪なことは少ないので、多分このボールのスキンがね、こうサッカーボールになったりラグビーボールになったりとか、まあ、一切想像だけで喋って確認すらする気、確認すらする気はないですけど、動く床が出てきましたね。とりあえず動く床、縦赤いやつ、これ意外とジャンプ避けるのちょっとむずいですけどね。オッケー。ただやっぱ慎重に一回一回丁寧にいけば、オッケー。よし、ということは、まあどんなゲームか分かったんで、まあどれぐらい難しくなるのかとか、なるほど。これ、2回に1回このステージですね。いい感じだな。当たってもうた。ちょっとノーミスでいきたいですけども。まあとりあえずやり込んでいこうと思います。とりあえずステージ30までやってきました。まあ大体ゲームのコツがつかめてきましたね。3個飛ばせるときは3個飛ばしとけば、赤いやつぶつかっても大丈夫なんで。で、これ見つけたら行っとく。マジかよ。いや、無敵が切れるタイミングよ。タイミングがちょっとわかりづれえし、なんか、あれを使っとく、あれを使っとくとですね、あった。これね、これ切れたタイミングはファイヤーじゃなくなるパターンがたまにあるんですよ。基本的には、なんか勢いついて、もう一段まで壊せるんですけど、たまにそうならない時があるんで、それだけ若干腹立たしいですけどね。まあ、しかしながら同じステージで、なんかまだ詰まるとか、そういったことはないですね。で、もう難しさがですね、正直もうすでに頭打ちじゃねえかなという感じはありますけども、まあ、まだ言うて30なんで、もうちょい難しくなっていく可能性はあるかなっていうようなところですかね。OK、とりあえず30クリアしていきました。とりあえずステージ50まで来たところで、もう難しさっていうか新しいギミック的なものはステージ 4か5ぐらいでもう出尽くしてますね。この縦の板、があるっていうのと、たまに地面が動く。で、その地面が動くのもステージが奥になればなるほど増えてくのかなとか思ってたんですけど、そんなに動く床が頻発するわけでもないので、もうですね、難易度的にはもう正直慣れてきたんで、もうほぼほぼミスらずにクリアしていけるかなと。で、このポイント、点数なんですけど、
ど、この点数が1枚超えるごとにステージ今51なんで、1回抜けるごとに51で、この連続でねスポンスポンスポンっていくと、51はどんどん倍になっていきますよみたいな、なんかそんな感じです。なのでいっぱいいければポイントが高くなるんで、まあ最高得点がね今2万3000ぐらいなんですけど、この次のステージとかね、これはもう2と4、ステージの2と4は このパターンなんで、ちょっと全部避けたい、いやくそ、これがねめちゃくちゃ意外意外な時と割とまっすぐな時と、結構ね差があるんですよね。これは人間の反応では無理じゃねえかっていうぐらい難しいんですけど、これをちょっと1回でいいからねノンストップで下まで行きたいんですよね。それ達成するまではちょっとやめらんないですね。よし、こっち集中しよう。いいよ。あーんですね。でも最高記録は更新しましたね。38999。あれなんかこうスコンっていけたら気持ちいいってなるんですけどね。それですよ。もう通常ステージはもう若干もうどちらかというと通常ステージが、いやーもう畜生同じようなミスを2連発でしてしまうというね、このクソヌーブ。ただねやっぱこのゲーム面白いのがやっぱ毎回この配置違うんで、常にねちゃんと下を見ながら行かないといけないと。なのでまあ同じところでこうとどまるようなことはもうなくなってきてるんですけど、そうですね、よし、危ない。下にこの板があるのかどうなのか、下がどんぐらい赤いのかとか、まあ、なるべくこう3個飛ばしとかでいけるように、ちょっとね、頑張ってるんですけど、なかなかむずいですよね。よし、オッケー。まあ、オッケー。もうね、もはやメインはこっちですよ。よし、こっちよ、いいよ、こっち。当たってもだ。惜しいとこまで行くけどな。まあ、最高得点は更新しましたね。もうこっちは早く終わらせたいところですね。全集中の呼吸。早い。もうダメだ。よっしゃ、行ったぜ。もう、これは無理パターン。もう左にグインって曲げられてからの右って来られたらもう無理よそれは。よし、ラッキーセブンセブン。よーし、行け。よけろ。で、おっと、いや、にゃー、来た、おー、来た、やった、気持ちいい。ちょっと、めちゃくちゃ避けたよ、俺今。右左の無理パターンがあったのがお分かりいただけたかどうかは分からんけれども、相当、今のは、相当でしたよ、これ。いやー来ましたね。てかもういつの間にか、まあラッキーセブンセブンとか言っといてあれですけど、もうすぐ100ぐらいまで行くんで、とりあえずちょっとまあここまで来たらね、100まで楽しもうかなって感じですね。これゲームとしてはね、マジで全然飽きないですね。普通に面白いです。あの感動をもう一度いけ。よしよしよし、いいよ、比較的平坦。オッケー、遅い。ということで、まあ、ステージ100まで、このゲームやらせていただきましたけども、まあ、シンプルにですね、いや、さすがブルー様のクオリティだなっていうのが、なんかやっちゃいます。やっちゃうっていうか、やれちゃいますよね。やっててね、全然飽きない作りになってて、まあ、毎回ステージが変わるっていうのと、まあ、微妙にね、この動く床があったり、まあ、縦にね、すげえ長い板とかが、なんか最近、いつを境に出たかちょっとあんまり覚えてないですけど、なんかいつの間にか出てきたり、で、このアイテムがね、出るときと出ないときの差がなかなか激しいんですけど、まあそんな感じですね。普通にまあ楽しんで、まあここまでね1時間ちょいしかかかってないですよ、ステージ100まで。だからまあスピード感もものすごいありますし、多分やってる人ステージもう1000、2000までやってるんじゃないですかね、ぐらいの感覚でね、普通にこれ暇つぶしとしても最高ですし、まあガチ勢、このゲームのガチ勢はちょっと聞いたことないですけど、まあ普通にずっと楽しめるかなっていう、そんなクオリティのゲームとなっておりますのでね、ぜひとも皆さん、ダウンロードして遊んでみていただければと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。